知ってるか、モンドの粉砕が。また良くないことが起きたの。ミラ、あそこに今までと違うショップがあるぞ。何売ってるのか見てみようぜ。星と深淵を目指せ。ようこそ冒険者協会へ。
一度お試しください。このお宝はすべて一点物ですよ。見たことないものがたくさん。もちろんですよ。どれもこれも冒険者たちが世界各地から見つけてきた珍品ですから。どうですか？気になるものはありませんか？そんなことないですよ。そうだ、言い忘れてました。ここは物々交換がメインで、モラは受け取りません。私、最近特殊な工芸品を作ろうと思ってて、でもその装飾に大量の風の印が必要なんです。風の印を持ってますか？あなたの冒険はもう風神に認められてるみたいですね。それはともかく、風の印をお持ちなら店の商品と交換できますよ。風の印はモンドのいろんな場所に出現しますから、足りないと思ったら探してみるといいですね。そうそう、風神からの贈り物なのに。鋭いですね。説明するとかなり複雑になっちゃうので、装飾と言った方が分かりやすいかなって。風の印を使うと決めたのにはちゃんと理由がありますよ。でもすごい気になってきた。未知の要素があった方がドキドキするでしょ。またいらっしゃい。次は風の印をたくさん持ってきてくださいね。それと何か珍しい宝物を見つけた時もぜひここに持ってきてください。
旅人、探したんだよ。この前あげた風の翼はどう？結構楽しんでるみたいだね。けど、飛行免許はまだ持ってないよね。飛行免許？なんだそれ。名前のまんまなんだけど、その飛行免許を持っている人だけがこのモンド城内を飛行できるんだよ。え？彼女もう結構飛んでるぞ。そんな話全然聞いたことない。毎日あちこち飛んでたからみんなの目に留まったみたいだね。にひじゃあ今日は飛行免許を届けに来てくれたのか。まさか。騎士にだってちゃんと規則があるからね。飛行免許はテストに合格してから騎士団が発行するの。今日は試験官としてあんたの飛行免許のテストを監督しに来たんだ。風の翼を渡したのは私だからね。責任を持たないと。きっとジンさんもそう言うし。テスト、なんか面倒だな。でもアンバーが試験官なら。
そんな目で見ないで。絶対にダメだからね。それに簡単な試験だから安心して。風魔竜を撃退した時の飛行ができれば問題ないはずだよ。でも規則と飛行基準は守らないとダメだからね。この飛行指南をあげる。覚えなくてもいいけど理解はしておいてね。例えば2人で風の翼を使うのは禁止とか、重い荷物を持って飛ぶのは禁止とか、風スライムを使った飛行は禁止とか、とにかくよく読んでおいて。リサさんに魔法を教えてもらった時だって私も熱い本をたくさん読んだんだから。分厚いな。仕方ない、とりあえず読んでみるか。うん、読み終えたら風たちの地に来て。セピロス騎士団の飛行指南。タイトルからして難しそうだ。世界に最初の風が吹いた時、空に羨望を抱いたスズメは翼があるにもかかわらず飛ぶことができなかった。彼らは風神に問いかけた。どうすれば大空を抱きしめられるのかと。一番大切なものがまだ見つかっていないから、そう風神は答えた。風は草原を撫で、タンポポの種を彼方へと飛ばす。彼らは必死に翼を広げた。ただ草原の風はあまりにも優しく、足をもつれさせるだけだった。そして彼らは峡谷を訪れる。吹き荒れる強風は彼らに自らの力を見せつけた。彼らは勇気を振り絞り、谷から飛び降り、うなる風の中で翼を動かす。あの空を自由に飛べるようになるまで、ただひたすらに。そして彼らは危機として風神に言った。なるほど、風の強さが足りなかったんだと。風神は答えた。いや、大事なのは強き風ではなく勇気だ。それが君たちをこの世界で初めて飛ぶ鳥にしたと。いい話だったな。けど騎士団の飛行指南ってこんな感じなのか？とにかくアンバーのところに行こう。
来たね。飛行指南は読み終わった？規則や制度も理解した？その渋々って感じわかるよ。飛行指南はつまらないからね。私も読みたくの。わあ、このことはジンさんに内緒ね。そうか？このお話結構面白かったけどな。面白い？あ、もしかして付録の実例集のこと？私も好きなのがあるよ。一番好きなのは風スライムで飛ぶやつかな。風スライムが破れた時に発生する気流を使うと高く飛べるらしいね。いつか試してみたいな。それじゃないぞ。鳥が空を飛ぼうとする話だ。うん。え？ちょっと見せて。ああ、これ私が小さい頃に大好きだった童話だ。ごめん、飛行指南書と同じところに置いてたから出かける時に取り違えたんだ。全然違う本なのに間違えたりするか？こんな話するの少し恥ずかしいんだけど、間違えた原因は私に飛び方を教えてくれたのがこの本だったから。大事なのは強き風ではなく勇気だ。それが君たちをこの世界で初めて飛ぶ鳥にした。この言葉が私に飛ぶ勇気をくれた。偵察騎士や飛行チャンピオンになれたのも。あ、まあこの話はおしまい。早速テストを始めようか。緊張しないで、いつもと同じように飛べばいいから。私がマークしたルート通りゴールまで飛んでね。飛ぶときはコツを意識して、再挑戦するときは声をかけてね。うん、今度はきっと大丈夫。飛ぶときはコツを意識して、再挑戦するときは声をかけてね。うん、今度はきっと大丈夫。
界に拒まれたの。飛ぶときはコツを意識して、再挑戦するときは声をかけてね。うん、今度はきっと大丈夫。ビューン。私はモンドの飛行チャンピオンなんだから。行くよ。飛ぶときはコツを意識して、再挑戦するときは声をかけてね。うん、今度はきっと大丈夫。飛ぶときはコツを意識して、再挑戦するときは声をかけてね。うん、今度はきっと大丈夫。飛ぶときはコツを意識して、再挑戦するときは声をかけてね。うん、今度はきっと大丈夫。
飛ぶときはコツを意識して、再挑戦するときは声をかけてね。うん、今度はきっと大丈夫。飛ぶときはコツを意識して、再挑戦するときは声をかけてね。うん、今度はきっと大丈夫。飛ぶときはコツを意識して、再挑戦するときは声をかけてね。うん、今度はきっと大丈夫。飛ぶときはコツを意識して、再挑戦するときは声をかけてね。うん、今度はきっと大丈夫。
ぶときはコツを意識して、再挑戦するときは声をかけてね。うん、今度はきっと大丈夫。何か変なものがあるみたい。見に行かないの？見に行かないの？少し体を動かしたいな。向こうに何か変なものがあるみたい。見に行かないの？見に行かないの？少し体を動かしたいな。飛ぶときはコツを意識して、再挑戦するときは声をかけてね。
わかった。飛ぶ前の準備は大切だからね。飛ぶときはコツを意識して、再挑戦するときは声をかけてね。うん、今度はきっと大丈夫。向こうに何か変なものがあるみたい。見に行かないの？見に行かないの？飛ぶときはコツを意識して、再挑戦するときは声をかけてね。うん、今度はきっと大丈夫。任せてちょうだい。飛ぶときはコツを意識して、再挑戦するときは声をかけてね。うん、今度はきっと大丈夫。こいつはどうだ。
取る。七天神像の祝福を感じたか？モンドの人々はあれを失われた風神の瞳と呼んでる。心臓の眼下へはめ込むのに値するって意味だ。目として作られた宝石をツバメが加えて飛んでった逸話もあるけど、実は失われた風神の瞳に実体はないんだ。神の目を持つ人はそれを集め、加護を得るために七天神像に捧げる。神の目は持ってないけど、この世界の常識を超えたお前なら、心臓に風神の瞳を捧げると祝福をもっともっと。
この世界も私に答えているの。旅の収穫だね。飛ぶときはコツを意識して、再挑戦するときは声をかけてね。うん、今度はきっと大丈夫。
飛ぶときはコツを意識して、再挑戦するときは声をかけてね。うん、今度はきっと大丈夫。